近藤さんの傷だが、命に別状はなさそうだ。だが、しばらくは動けまい。そうですか。沖田の方だが、肺の病がだいぶ進んでいるらしい。あいつはすぐ治るなんて言っているが、まもなく戦が始まるだろう。局長代理は俺が務めるが、沖田さんの分も働かせていただきます。ああ、井上源三郎藩は稽古熱心なお人やって聞きますな。沖田藩がまた稽古ですかって聞かはって、分かってるなら黙って来ても良さそうなもんやって怒りはったいう話を聞きましたわ。アンさんも稽古熱心そうやから話が合いそうどすな。間もなく戦になる。我々はおそらく薩摩の軍と戦うことになるだろう。薩摩藩邸に忍んでもらいたい。戦の情報が欲しい。よし。